皆様こんにちは。株式会社アイスタイル暮らしコンシェルジュ菅野真由と申します。12月22日日曜日に加古川市西歓喜町で入居済みの体感バスツアーを開催させていただきます。今回のお家は敷地面積 117.65 坪、延べ床面積 40.70 坪のお家でございます。30代のご夫婦と小学校4年生の男の子と小学校1年生の女の子が楽しく過ごされております。リビングには薪ストーブを採用されております。薪ストーブは冬の暖かさだけではなく、いつもの暮らしをより豊かでより上質なものにしてくれます。冬ならではの過ごし方として、休日はお子様とピザを焼いたり、お料理をして楽しく過ごされております。リビングドアを開けると8畳の大きな吹き抜けを採用しております。開放感が生まれ、自然と家族のコミュニケーションが取れるような設計が見どころです。キッチンの前にはスタディースペースを作られました。お母さんがキッチンに立ちながらお子様を優しく見守ってあげることができます。こちらは奥様お気に入りの造作洗面化粧台です。今回大きなシンクを採用されておりますので、お子様の体操服を洗ったり靴下を洗ったりと使い勝手が大変いいです。タイルもお気に入りです。こだわりいっぱい詰まった西歓喜町の S 様邸、ぜひ皆様のご予約をお待ちしております。